秋が来て
父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またはあなたと共に、皆さん聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみを。祈りますよ。全能の神よ、改心に励む私たちを清めてください。新しい心で主の過ぎ越しを祝うことができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、唯よとこしえに生き納められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。創世記。イスラエルはヨセフが年より子であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。姉たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。姉たちが出かけて行き、シケムで父の羊の群れを飼っていたとき、イスラエルはヨセフに言った。兄さんたちはシケムで羊を飼っているはずだ。お前よ、彼らのところへやりたいのだが。ヨセフは兄たちの後を追っていき、土壇で遺構を見つけた。兄たちは遥か遠くの方にヨセフの姿を認めると、まだ近づいてこないうちにヨセフを殺してしまおうと企み、相談した。おい、向こうから例の夢見るお方がやってくる。さあ、今だあれを殺して穴の一つに投げ込もう。あとは野獣に壊れたと言えばよい。あれの夢がどうなるか見てやろう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から助け出そうとしていった。命まで取るのはよそう。ルベンは続いていった。血を流してはならない。あれののこの穴に投げ入れよう。手を下してはならない。ルベンはヨセフを彼らの手から助け出して父のもとへ返したかったのである。
ヨセフがやってくると、兄たちはヨセフが着ていた着物、裾の長い晴れ着を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ込んだ。その穴は空で水はなかった。彼らはそれから腰を下ろして食事を始めたが、ふと目を上げるとイスマエル人の大将がギリアドの方からやってくるのが見えた。ラクダにジューシー乳香、餅薬を積んでエジプトに下って行こうとしているところであった。ユダは兄弟たちに言った。弟を殺してその血を負っても何の得にもならない。それよりあのイスマエル人に売ろうではないか。弟に手をかけるのはよそう。あれだって肉親の弟だから。兄弟たちはこれを聞き入れた。ところが、その間にミディアン人の商人たちが通りかかって、ヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でイスマエル人に売ったので、彼らはヨセフをエジプトに連れて行ってしまった。神の御言葉。神は私を救われる。その慈しみをたたえよう。神よ、あなたは私を救い、死の力が勝ち起こるのを許されない。神よ、あなたは死の国から私を引き上げ、危うい命を救ってくださった。神は私を救われる。その慈しみをたたえよう。神よ、慈しみ深く私を顧み、私の助けとなってください。あなたは嘆きを喜びに変え、あらぬのを晴れ着に変えてくださった。神は私を救われる。その慈しみをたたえよう。神は一人子を与えになるほど世を愛してくださった。神を信じる人は永遠の命に生きる。主は皆さんと共に、またあなたと共に、またいによる福音、主に栄光。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、
柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るために、しもべたちを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちは、このしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また、他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に合わせた。そこで最後に、私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは、跡取りだ。さあ、殺して彼の相続、財産を我々のものにしよう。そして、息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、ブドウ園は、季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが住の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国は、あなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。祭司長たちやファリサイ派の人々は、この例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。主の御言葉、キリストに賛美。主様の受難しということは、弟子たちに何回も宣告したけれども、今回は、イエス様が祭司長や民の長老たちに伝えたのは、直接、このイエス様の受難し十字架のことを直接ではなくて、例え話で語られた。イエス様の最終的なことは人生として失敗けれども、その受難しと十字架上で殺されたことは、私たちの救い主として実現しました。この四旬節にあたり、特に金曜日、このミサで私たちのイエス様の神秘的なこと、この苦しい、悲しい、また死、殺されたことは、とても悲しいけれども、私たちのために、この人、この救い主、私たちの一人一人の素晴らしい出来事があります。今日のミサで、いろんなところ、イエス様を受け入れる救い主としてしないということは、とても残念けれども、この信仰また宗教の自由さがあります。
私たち、このイエス様のことを信じて、いろんな人、特に周りの人々に、この証人として、述べ伝えることが、また証人としてできますように、このミサを願いながら、私たちの、この四旬節の行い、お祈り、断食と施しを、少しずつ実現できますように、このミサをイエス様の受難と死を合わせて、私たちの一人一人の毎日の苦労を合わせて、このミサを捧げますように。聖霊の導きと照らしを祈り求めますように。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。全能の神よ、あなたの慈しみに支えられて、この供え物を捧げます。私たちがふさわしい心で、主の神秘に預かり、その恵みに生きることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは信じる人々が復活の神秘を喜びのうちに待ち望み、年ごとに心を清めて迎えるよう導かれます。こうして私たちは祈りと愛の技に励み、新しい命の遺跡に共に預かり、神のこの豊かな恵みに満たされるよう努めます。神の意向をあがめ、家の敬うすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される
私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて、仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、清子、フランシスコ、私たちの好きを、トマス・アクイナス・マイナ・マギオと、ウサスキを、パウロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる、私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アーメン。主の日和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Thank you.
世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。神よ、あなたは遺跡を配慮する者に救いを約束してくださいます。私たちが遺跡の恵みに支えられて、日々の生活を送り、永遠の命を得ることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭を終わります。行きますよ、主の日はのうちに。神に感謝。